これだと軽いんですよ。ああ、聞いちゃう。こっちだと軽いんです。浮かんでるんです。本当だ。これがないと、ないとこれ入って、組み手でしかできたら、このまま飛び膝でガッてやれば、これで死んじゃうじゃないですか。こう倒されるリスクを考えながら攻撃するので、そうですよね。なんで、あれなんですよね、こう僕らって掴みが禁止の競技なんで、はいはい、このタイミングですよ。このタイミングで、こっちずれるとか、ずれないです、もうそのまま、まあ、そのまますぐこう。出すときにこの出し方って取られないのかなとか、この出し方ってキャッチされやすくないのかなっていうのが気になっちゃうのは、それはやっぱ距離感ですよね。あ、距離がしっかりです。距離設定が間違ってなければ、自分が切れる距離感の設定があってれば対応はできるんで、そこはもう思い切っていって倒しに行って、組まれたらしっかり切る。反応できない距離感でやっぱ攻撃しちゃうと、やっぱ自分がいいとこで切れないというか、相手の組み手のままになっちゃう。あ、さっきの話ですけど、膝がこう入った状態のまま、これだとこう切れちゃう、はい、膝がまっすぐ入っちゃうと、その倒されちゃうんで、そう、パンチとかってくぐられてよ、こう、はい、例えば掴まれた時って、はい、これはもうそのまま両足を後ろに、こっちをこう、そうですね、これ潰すよ、はい、なんかちゃんと切り方もちゃんと あんまり習ったことない。ラッチ君にちょこっと習ったぐらい。エセタックルですね。そうですね、やっぱこう、パンチもこう、この入られないタイミングでしっかりこう入られても、入られてからこう切る。この時に切る時は、顔をまずこう剥がしてですね。あ、顔を外して、両足を後ろに。そう。もうこれがないと、はい、足を後ろに飛んだ時も、そうですね。こう力が強いですね、そっちの。あ、やっぱ顔こう顔逃げてこう向いてる方向にしか力入らないので、そうですね、こうこれで自分の顔をこっちが横に向けてあげると、あ、正面力絶対入る。そうするともうガッて組まれたらこうじゃなくてこっちに変えるってこと。こうしちゃうのダメです。こうしちゃうと多分そっち立てたら、これダメですよ。あ、ついついこうしちゃう。そう、みんな初めての人ってこう抱えちゃう、人間の癖で今。そうです。ああ、これ多分練習しとかないと絶対できない。これだけで十分です。ああ、これで。そうです。あの、もっとこっちで、今みたいにこっちの足を今下げてるんですよ。はい。こっちの足を下げて、こっちも下げた。そうです、同時です。こっちの足を今下げてるんですよ、はい、こっちの足を下げて、こっちも下げた。そうです、同時です。こっちだけになってしまうと、こっちも上がる、こっちの片足が上がれちゃうんで、はいはい、両足を下げたんです。そうです。これでもあれですね、経験がないとこれだけでもすごい違和感。あ、でもこれです。これで打撃をやりながら入って、そうです。あ、もう入ってきてからで、一番ダメなのが、はい、こう入ったタイミングで切るタイミング、はい、こうで切ってもらうんですか。切る、こうです。これあんま良くないです。あ、そうです。練習にならないです。ああ。なんでこう打撃しかやれて、入らされてからここから切る。そうです。この練習を徹底として打撃しながら、はい、そうこれでこうして、あ、そうでも難しい。浮いちゃうっす。なんかこう上にジャンプしますよ、後ろにこう。上にジャンプしたんですよ、後ろに行こう。あ、そう後ろに、そうなんか今、浮いちゃってますよね。そう、上にこうジャンプ。そうですよね。そう後ろに、はい、さっきのこのジャンプするこの、はい、幅が狭ければ狭いほど切りやすい。体重はこう後に、そうです。なんか上にジャンプしちゃう。上にこうジャンプし、こう打撃をこうやりながら、そうです。なんかコツあります。いやでも感覚的にこう後ろに飛んで、でと、それは僕なんか入った時に、でこういうこれだと結構持っていけそうな感じじゃないですか。あ、そうです。なんで自分の胸が、
相手の肩の上というよりも胸骨ここら辺をグッと乗ってあげると重くなるんです。重い。すると重くなる。重い。これで軽いんです。これだと軽いんです。ああ、聞いちゃいます。こっちだと軽いんです。本当だ。なんで胸じゃなくて、この胸骨あたりを、はい、こう後ろに下げて、下げて、後ろに下げて、この肩の上に、今胸じゃないですか。はい。この胸骨あたりを向けてあげると、そうです。急に重くない。そうそうそう。ああ、なるほど。体重はもうみんな重さ決まってるじゃないですか、はい、重くなることはできないですか、はい、感覚的にそう重さを、そうです、思いっきり後ろに引くんですね、そうです、もう面白い面白い、これはキーです、ね、この手を、そうそう、こうしてもう絶対に、ああ、指一本でも引っかかってると持っていかれちゃうんで、ああ、こう引っかかられちゃうともう持っていかれちゃう、ああ、この足を持って、そうそうそう、切りたいです、そうそうそう、そのために足を後ろに引いてやってあげるとめちゃめちゃいいです。これがダブルレッグといって両足タックなんですよ、はあ、これが通じないのがこのチーム、はあ、よし、次だと、まあ、ダブルレッグってこう両足触るタックルは今みたいにこう切っちゃうんですけど、はい、こう切ったとしてもシングルとか、あ、片足これって後ろ下げれますか、後ろは無理です。これで、これまず切らないんで、まあ、さっき、はい、この膝を乗っけてあげる。これでもう、これで倒れて、そうで片足の方が一本足なんで、もちろんこう、はいはい、倒されるリスクがあるんで、はい、でこの時は、自分の頭を落として、はい、頭を、そうそう、左手でまず脇の下に、脇の下、そうそうそう、はい、こうすることによって、はい、まあ、自分のバックをまず取られる、ディフェンスをします。あ、はい、これないと、はい、バック、ああ、そうそう、後ろ取られないようにまず固定を巻く、あ、そうそうそう、あ、そうそう、足も重いです、足も重い、これが一番強いです、はい、でこれで右手で僕の頭を押してあげると、これで崩れないです、ここ崩れないです、あ、さっきみたいに崩れないです、はいはいはい、はい、本当はこれがないと、はい、ないとこれここここ、へえ、それ今の組み手をやってあげると、はい、これで腰で巻いて頭を下に回して、これ倒していきます、あ、張ってられる、張ってられます、本当だ、これが組手なんです、へえ、これをしっかりできてあげると、これだけで倒さないと組手ができる、はあ、でもこれとっさにこういうって練習したら、うん、最後にそれを入られたらこれをする、あ、この練習を半年ぐらいやれば、はあ、もう全然入られたらこうしてこう、そう、バックを取られないように小手を巻いて入ったら、そう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 、こもこれだけで全部、これで膝も出てるんです、これで、ああ、これで膝で、あ、こうこう、そうそうそう、あ、これこっちの方がいいですかね、すいません、こう多分シングル入って組手でしかできたら、このまま飛び膝でガッてやればもうこれで死んじゃうんです、はあ、これで自分の攻撃を、小池先生の攻撃を生かしつつ組手をしっかりやればもう怖くないですか、でやっぱ自分の時は攻撃を消しちゃうのが一番もったいないですね、キックボクサーの人とかも結構MMAで倒されないための、はい、こう距離感だったりとかになっちゃうと、まあ、もったいないので、あ、寝技はもう長くやってる人の方が絶対的に強いんです、まあそうですよねなんでそこで勝負するで競り合うでちょっとでもディフェンスできるっていうよりも自分のやっぱこう持ってる強い部分で勝負した方が絶対MMAって強いんで、あとはパウンドですよね、あとはパウンド、ちなみに寝かされた時の逃げ方、逃げ方一番いいのは後ろを向くのが一番いいんですけど、後ろを向く、例えばじゃあ寝てもらって、はい、簡単に言うと、はい、まあ、このガードを開けて、ここだと、はい、殴られてしまいますし、はい、一番よくない、ここから立つためにどうしますか、ここ立ってくださいって言われたらどうします？全然わかんないですよ。何もしないですけど、何もしないですけど、小木先生、ここから立ってくださいって言ったらどうします？結局最後だ。最後。そう、結局横向かなきゃいけないんですよ。はいはいはい。このまま、はい、正面のまま、正面のまま立ってくださいって言われても無理です。あ、無理無理です。横向かないといけないんです。はい。
横向くってことは後ろを取られてしまうリスクがあるんです。あ、はい、で後ろを取ってくれると、はい、これまだこれ近くなんですか。はい、後ろ向いた方が立てるんです。あ、そうなんですか。はい、まあ、向こうに向こう向いてもらって、向こうこっちの足、そう今みたいなことです。あ、こっち今みたいな後ろ向いちゃう。今の向こうやってもらっていいですか。はい、こうなった時に、はい、平たくこっち足を引くようにして、そうあ、こういうことか。そうあ、そのために一回後ろ向くじゃないですか。はい、あ、身を切るような感じで血入れて、で押して、この足、そうあ、後ろ向いた方が立てるんですよ。そうですね。こうですね。このままで両足の裏がついちゃうと絶対立てないんですよ。ああ。横向いてもらって、はい、こっちの目を下に立てると立てます。はあ。で、そのためには後ろを向くんですよ。はい。後ろを向く。で、さらに後ろを向いてあげる。まあ、こっち側の足を乗っけてるんですけど、これ乗っけてなくて、はい、このまま後ろをバクトリーに。で、こっちに逃げちゃうと逃がされちゃうんですよ。あ、でこれでこっちじゃなくて、はい、相手側の方向に行って、ちょっと一緒に取りに行って、はい、こっちにこう、はい、こうやって取ってくる。原理としては、はい、こういう感じなんです。あ、こう、後ろ取られるからで、こっちに逃げちゃうと、あ、取れちゃう、バック取れちゃう、はい、これで、こっちじゃなくて、こういう手が後ろ取りに来た、はい、こっちに、あ、で先生側に、はい、体重をかけてあげると支えてもらう。あ、本当にこう山になって、なんで逃げちゃダメなんです。はいはい、こうバック取られたところ逃げちゃう、はい、こっちに逃げちゃうと、こう逃げちゃうと、こうすると、こう、そう、こう、はい、追いかけされちゃってるんで、はい、逃げるときにこっちじゃなくて、こけ先生側の方に、こっちが、こっちが大事と、はい、ですね。へソフトワークやってもいいですか。こうして、あ、この状態でこうし て、で後ろ取られた時に、こっちが僕の方にこう乗ってくるんです。そうで、逆に普通に、まっすぐちょっと逃げてもらっていいですか。で、こうなるんですよ。潰れますね。人間やっぱ逃げる方向にみんな追ってくるんで、あ、はい、でこれを逃げるんじゃなくて、僕がこう、そう立てるんですよ。ああ、なんでやっぱ後ろを向いた方が立ちやすくなるんですよ。へえ。で、あとはさっき言ったように、こう逃げる、バックを取られてからの逃げる練習と、はい、倒されない練習、これだけで十分です。バックを取られたら、バックを取られたらこうだと力抜くみたいなんですけど、はい、こうバック取られた時に、僕は分からない。はい、こう取られてるんです。でこれ、お腹ロックされてるところ、はい、こう稼働できないんです、はい、これを落としたら、これクラッチ落としたら、はい、したらこう腰が動く。ああ、だからこっち側の手でやってます。おお、へえ、これ一人取る。おお、持って引いた。ああ、へえ、動きが、これはそのままこっちの手一回腰回そうとしても、はい、これ回らないですね。無理ですね。ここでこの腰がロックされて、はい、これを一回両手下げてください。そうすると、そうこれってこう脇絞ります。脇絞ります。でこれを上げれば上げるほど、はい、この僕のこのクラッチが弱くなる。そうそうそう。
へえ、全然知らないことばっかりです。ロックされたらクラッチを落とす。え、そうそう、腰を奥で固めて、でじゃあその空いてる隙間に左の膝、左の膝、そう、左の膝で僕も。これって相手の顔とかなんかどうかするってありますか？もう、できれば、はい、左手で肘を下から持ち出して、そうです、肘をこうディフェンスされないようにして、はい、聞いて持ってあげると、膝、そのタックルもいけなくなる。ああ、ああ。さっきのその足、膝を、はい、このままだと膝、左膝蹴っちゃって、ああ、蹴られちゃうじゃないですか。はい、で左手、膝持つこと、肘を持つことで、はい、膝を打っても、取れない。ああ、そうか。いや、もう全然知らないことばかりよ。なんで、はい、組まれるっていうことを考えると、はい、もう全然攻撃の仕方が変わっちゃいますね。もう、やっぱこうやったら免疫の問題ですよ。ああ、そうそうそう。こう触れたり、こう組まれたり、押されたり、引いたりっていうのが普段ないじゃないですか。はいはい、全く。なんで、その、でも、それを理解して組み手をちゃんとできれば、攻撃先生の打撃が当たるんで。ああ、なんで、全然今の、その、例えば距離、まず倒されない練習ですね、はい、距離をしっかりして膝を入られたら、入られたらそうで倒されたら、倒されたらこっち行って、あ、こっちもそう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 かな。でもしそういうバック取られたら落として、その場合は今は頭を振ってる方をこっちにいた方がいい。どっちもいいですね、やりやすいです。その場合とかはこっちの方がいいっすか。なんでこの3工程をまず触られたりできるようになれば、まあ、これちょっと時間かかるんですけど、ですね、これ半年1年ぐらいみっちりやれば全然問題ないです。 ありがとうございます。これはだいぶ時間かかるよ。MMA デビューにかけていやいやいや、デビューしませんから来年デビューじゃないでも本当にこの組み手だけ、あの MMA これからやろうと思う人がこれからどんどん増えてくると思うし、やっぱ空手やってる人だったりそうですけど、バックボーン持ってる人絶対的にアドバンテージがあるんですよ。有利なので、白の状態からのこうキャンパスで色を塗れたらよかったんですけど、空手とかその中のバックボーンある人たちってもうベースが出来上がってるんで、それを崩す必要は全くないですよ。それの強みをうまく活かしながらやった方が絶対いいと思うんで、なんでいろいろやっちゃうと、はいはい、いいとこが消えていっちゃうと思うんですよ。はい、なんか来年デビューしてください。いもう選手クラスの稽古はしんどくていいんですおっさん、ありがとうございましたですけど、延々根性出してやってたのに上手くなんない時期を経て、長い期間を経て、ね、なんだの、はい、あの時のなんかもう喜びってすごいですよね。やばいっす、ドーパミン出まくりですよね。出まくりですね。もうなんかポンポンできないことに挑戦していく瞬間超楽しいっすね。楽しいですよね。もうしかも全体できないって自分で分かってるけど挑戦するのが楽しいっすね、うんちょっとなんか僕の予想以上のあれでしたね。オス、今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。この後は概要欄にある、金原選手の金ちゃん TV をクリックして、ぜひ今回のコラボ動画も見ていただきたいのですが、まあ、金ちゃん TV の方であの格闘家とのコラボだけじゃなくて、格闘、MMA 学校ですよ、はい、めちゃくちゃ分かりやすいんですよ。総合格闘技の言語化をこんだけされてる人って他にいないんじゃないかなと思って、すごい勉強になるんで、ぜひそちらの方も、ご覧ください。日頃僕のチャンネルでは見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿していますので、見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して、空手家コークスの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす、おっす、ありがとうございました。